さんに。はい、聞いてます。あ、本当ですか。はい、ちょっと早いんですけど大丈夫ですか。じゃあ、はい、じゃあもう一回スムーズな感じでいきましょうか。ちょっと入ってまだ入ってない。どうもこんにちは、サンダビューの山美です、はい、今日はですね、7月29日なので、ちょっとね、この日にどうしても行きたい店があったんですよ。サンダの駅前にビーフイーターさんっていうステーキが食べれるお店があるんですけど、まあ、普段割とよく行かせていただいていて、でちょうどね、29日が肉の日なんで、そこと絡めて、まあ、普段よりもお得にお肉がいただけるという日なので、ちょっと今回はその日を狙って行ってみたいなと思って動画を撮っております。じゃあ早速行きましょうか。はい、行きますか。じゃあ行きましょう。お、はい、どこ歩いておりますとか言った方がいいのかな。ああ、そうですね。ちょっと言いましょうか。ここが、みんな知ってるんですか。ここが三田駅です。三田駅があって、こっちが三田市役所です。何通りって言うんでしょう。あ、名前あるんですかね。まあ、名付けていいですよ、ね、駅前すごい大喜利的なこと言ってる。肉の日でディナーステーキ、まあ、ランチじゃないステーキの 150g を超えた分の料金が半額になるという、はい、ちょっとお得なんですよ。だから普段より素敵やん、うん、こういう素敵な肉の日っていうのがありながら、29日にビーフイーターさんに来るのが今回初めてです、はい、大丈夫かな。ないか。じゃあ入りますよ。はい、じゃあこちらお願いします。お願いします。2階大丈夫ですか。はい、大丈夫です。よろしくお願いします。ちょうどお客さんいらへんのかな、うん、つけてください。山さんの振り消しが。うわお。ランチ大丈夫ですよね。はい、今。じゃあランチを一つ。はい、グラムか。グラム。大体平均的にって言ったらおかしい。250ぐらいが。250ぐらい。はい。じゃあ250で、はい。はい。今日あれですよね。肉の。そうです。肉はいい。今日これがおすすめみたいな、なんかありますか。お肉でよく出るのは最初のストリップロインがよく出ます。ストリップロインですか。はい、うん、あとはアウトサイドスカート、ハラミ、美味しいやつ、はいはい、はい、あとはテンダーロインとかやらか、あ、ヘレですね、はい、はいはい、あ、これめっちゃ美味しいやつ、ストリップロインは200で、はい、アウトサイドスカートも200で、じゃあ、はい、はい、でお願いします。はい、はい、この優柔不断さがバレましたね。バレましたね、うん、でも今のノーカットで使ったら多分苦情くるんで、バシバシ切っていくよ。これがストリップロインか。ストリップロイン、うまそう。これで 200g です。アウトサイドスカート、これも 200g。 うわ、うまそう、すごいぞ。で、ここにこのね、石で、あ、ジューッと
しずるね、しずってますよ。まあ好きなね焼き加減にしてソースがあるんですけど、うんうん、まあ、僕あんま何もつけずに食べることが多いですね。けだとしてこの岩塩ぐらい。ああいいっすね、岩塩ちょっと出てる出てる出てない。あ、蓋が蓋閉まってたわ。そんなことある。うわ、ほらほらほら出てた。ほっほらじゃねえわ。蓋の中でえらいわ。ちょっとちょんちょんとつけていただきます。いただきます。うん、肉うまい。肉ってあのね、だからほんまいわゆる赤身の美味しいサーロインステーキ、わかるかな。がっつりこう赤身肉を、肉食べたいっていう人はおすすめですね。ジューッとね。いやもう言葉はいらないですよ。言っとったらなんで動画撮ってんねんって話だけど、これもいただきます、うん、うわ、うまい。柔らかいですね、こっちの方が。うん、美味しそう。ジューシーだ。うん、めっちゃうまいよ、ほんまに。食べる？食べます。はい。うん、肉ほら、そうなるでしょ。なる。だって肉やもん、うん、なんかしっかり赤身をいただいてる感じは、うん、いわゆるあのなんか霜降りでちょっとなんかとろけるっていうのではないんだけれど、うんうん、そうですね。こうやっぱり赤身の旨味っていうか、うんうんうん、これぞ肉。なんかがっつり自分の体の肥やしになってる感じがすごい。おろし、あ、うん、やらかっ。めっちゃうまい。ああ、欲しかった。うまっ。なにこれ、うまっ。あと水がうまい。美味しいね。あ、そうですよ、あのね、肉専用ジントニックなんかな、うん、にこう、胡椒がね、黒胡椒がバッて。あ、でも合いそう。これめっちゃうまいんですよ。へはい、こんな感じで。あ、切られてるんや。そうですね。へえ。ライスアリーのサラダがあって、なんかスープもあります。はい、こんな感じですね。これでおいくらですか？これで 250g だったんで、1300円ですね。おー、うん、安いっすね。そうですね。へえ、こんだけボリュームがあって、うん、これだけね、ついててサラダもご飯も入ってて、ちょっとお肉食べてみていいですか？はい。塩つけて、うん、おいしい。食べ応えあります。うん、うん、あ、けどなんやろ、ちょっとなんか割とシンプルな味、そんなにこう肉肉、先ほど肉肉って感じでもないので、うん、あのこれはいろいろつけてもいいかもしれないね、塩以外でも。うん、あ、うまい。ガーリックめっちゃうまい。はい、こんな感じでビーフイーターさんでした。これエンディング、これエンディング。え、エンディングなの？いや、ほんま肉食べたいって時はほんま来たらええんちゃうかなと思います。なんかメンバーズカードがあって、うん、肉メンバーズカード、うんうん、肉メンバーズカードじゃんな、肉マイル。うまい。これね、ほら、映る？結構生きてるでしょ、これ。え、めっちゃ来てるやん。うん、そう、なんか、ね、50g につきスタンプ1個、こんなんもあるんで、あのよく来る人はぜひ作ってみたらどうでしょうか。はい、ということで行きましょうか。はい、ごちそうさまでした。俺がめっちゃ日本語上手ですね。日本生まれなんですか？
え、あ、そうなんですか。サンダが地元です。マジですか。だからさっき言ったやん。そういうこと。そうそうそう、全然信じてくれない。英語喋れるんですか。喋ります。あ、すごい。びっくりした今。外国の方が来たら大概僕が前に。こんな感じで、はい、ビーフイーターさんにお邪魔しました。動画のね、あの高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ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 